続いて東京八王子には松本記者がいます。今そちらどんな状況でしょうか。こちらでは交差点内のマンホールから勢いよく水が噴き出しています。私の身長より高くおよそ2メートルほどの高さまで水が噴き出しています。はい、1時間ほど前から現場にいるんですが、水の勢いが衰える様子はありません。辺りには少し異臭のようなものが漂っています。この影響で交差点では警視庁の警察官が手信号で車を誘導しています。八王子市内では雨風ともに強い状況が続いています。今後も十分な警戒が必要です。